第5節アイナック神戸レオネッサ対チフレ ASL フェン埼玉の一戦です。まずはアイナック前半6分、森谷のクロスに高瀬のヘディングシュート。高瀬が中央頭で合わせていきました。アイナック8分のシーン、森谷から高瀬落として鳴宮のシュート、これがアイナック先制点となります。高瀬のいい落としから鳴宮右足振り抜いていきました。ゴールパフォーマンスです。そしてエルフェン20分のシーン、小田のクロスに湯村、そしてエンド変わって後半です。アイナック62分、さあここ高瀬が最後体ごと押し込んでいきます。これでアイナック2対0、三宅が足で合わせて最後は高瀬顔面で押し込んでいきました。今シーズン3ゴール目、アイナック79分です。森谷のクロスにこぼれたところ、浜野のシュート、さあそしてその10分後です。浜野うまくかわして流し込みます。最後は落ち着いて左足で決めていきました。嬉し涙です。アイナックとエルフェンの一戦3対0でアイナックが勝利をしています。